みーちゃん何描いてんの？ロボット。ロボット？うん。上手だね。パパロボットする。ん？パパロボット？うん。ウィパパトゥアンドユー。うん。またね。うん、もう一回書いて。はい、麦ちゃんは買い物から帰ってきて恥骨が痛いということで今寝室で横になってます。いけよマミー、あいつはマミー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 赤ちゃんが降りてくると恥骨痛が結構激しくなってくるみたいなのでね。多分前よりも赤ちゃんが出てこようとしてるのかな。元気だね、むっちゃん。わぁ。ミキした。上手だね。ミキダンスした。ミキダンス上手だったね。何にパッと書いてる。はい。ポンってた、出た。ポンポン。で、もう一つね、陣痛ジンクスで、うん、それマミーのやつ。はい、もう一つスターでね、陣痛ジンクスでオロナミン C を飲むと陣痛が来るということをね、麦ちゃんが言っててお店で見かけたので買ってきました。おいしい、よかったね。これを飲んでね、陣痛が来てくれることを願いましょう。ねむちゃん、むちゃん、これママのだからね、うん、ママ起きてきたらどうぞしてね、うん、わかった、うん、はい、じゃあこれはキンキンに冷やしておきます。うん、秋ドーナツ食べよう。あ、失敗よ。机に乗らない、机に乗らない。何痛い、マミ、何痛い、ちょっと腰が痛い。恥骨痛いんだって、もっちゃん。それ開けてあげて、ちょっと無理や、失敗やきだ。スマイルやだ。マミ、スマイルやだ。恥骨痛いな、むけちゃんの時はあんまなかった気がするんですよね。あったけど、うん、歩けない。そこまで激しくはなかった。みんなコメント欄に書いてくれた、じゃあ、美味しいって有名な大学。ママ、ストロベリー、ストロベリーどんな？大学芋、すごい甘そうだな。これだよね。キタ食べる？あ、さつまいものやつですよ。どうさつまいも、本当で、はい、これめっちゃ人気で並んでました。めっちゃ人気で並んでたドーナツ食べれます。いただきます。はい、おいしい、一緒だね。あった、おいしそう。
大学芋だね。もうちょっと痛い。どう、おいしい。どう、おいしい。あ、軽い。軽い。すごい。すごい。本物の芋みたい。ほんと。濡れティッシュなかったっけ。家出て昼より恥骨が痛い。変顔しちゃうんだけど。痛すぎて。これ何？むちゃんも焼き芋？さつまいも。ヤミー、ヤミー出ました。はい、パパ突然何しだすの？パチン、おいてパチン、ハロウィン仕様にしようと思いましてね、玄関を。そうですね、うん、ただいまここにハロウィンのね飾りをしていきたいと思います。約1年ぶり、久しぶりだね。うん、これ最後。じゃあそのろうそく吹いても消えないんだ。むちゃん、むちゃんが選んださオーナメント教えて。なんか車で遊び始めちゃったけど。ごめん、むちゃんが話さなかったやつ。そうそうそう。スターパンプキン。そう。かわいいな。かわいい。じゃあ、それちょうだい。ちょっと暗くした方がいいかも。素晴らしい。素晴らしいね。素晴らしいね、むっちゃん。もみじ持ってこよう。ティッシュ。もみじ、もみじ。ちょっと赤すぎるから、これもちょっと一応持ってってきて、じゃん。わお、全然雰囲気が変わったね。ね。